はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルの、今回はガチャ編ですね。春の高校球児応援ガチャが、後半戦リセットされましたので、まあ、またね60連引いていきたいと思います。まあ、PSR どこまで開放できるかっていうところですね。まあ、45で使いたいよね、せめて。まあ、SR45 でもいいんですけれども、基本みんな手持ちが35とかなんで、45まで持っていければまたちょっと変わってくるのかなと思います。もうこれはじゃんじゃん引いていきましょう。あ、タンガチャも3回引けるのか。タンガチャ3回引こう。石は潤沢だ。おお、いいね。あれ？ここってバナーから出るんだっけ？あ、バナー PR 確定か。まあ、早々 SR は出ないよね、道江くん。クイーン心が PSR の今プライチだからな。で、 PSR 解放するのってめちゃくちゃ大変だよね。別バージョンとか思ってないからね。まあ普通にね、野球マスクとか進むくんとかで解放できるんだろうけど、そもそも進むくんを持ってないからね、大変なのよ解放が。1枚、これなんだっけ、誰これ、わかんないキャラが。戦国高校のキャラクターかな、見た目からして。ちょっと見てみよう。千代姫、二塁でメンタル、どういう感じ。補給上限アップ持ってるね。姫武者出陣、精神ボーナス、骨いべアップで、解放するとタックが100まで、45で試合経験点ボーナス。金徳は2つ、牛若丸ホームランボール。最近ちょっと牛若丸持ってる人多いな。まああくまでも俺の中でだけど、手持ち的に。じゃあ20連目、ここは通常に SR 以上か。まあ1つしか入ってません。これだっけ、なんか新規じゃないな。モコバ、モエコ、二塁打撃守備。なんか前多分見たんだろうけど、ストライク送球、伝説のサヨナラ男。そう、あのゲドウがね足りなさすぎて、あ、総力と肩アップ持ってんじゃん。なんか前半の動画でも同じこと言ってたらごめん。ゲドウがなさすぎてね、ちょっとレベルが上げられないんですよ。だからね、ちょっと使いたいけど使えないキャラがやっぱりいて、野球マスクとかも全然レベル上げてないんで、使いたいんだけどね、野手で。で、30連目です。2つ。おー、心ちゃん。SR は初か。SR をプラゴまで持っていけるかどうかだよね。クラチナ。で、ここってバナー SR だっけ、30連目は。もう全然見てないからな。あ、バナー SR。40連目もバナー SR。で、2つ。お、いいね、心ちゃん。あげたい。心ちゃん、マジであげたい。キングアーサー。キングアーサーとかも全然実力がわかんないんだけど。どういう性能してるのか。で、50連目と60連目は PSR なんで、1つ。同へ。あ、ラミーね。ラミーも欲しいんだよね。彼女キャラが全然いなくてね。使いやすい彼女キャラが。お、3つ入ってるじゃん。いいではないか。あ、野球マスク。一応全部揃ったな。まあ、PSR 解放できないとね、結局あれなんだ。おー、ラミーちゃん来た。オートデートってすげえいいよね、マジで。あ、 PSR が来た。ノラ PSR は嬉しいな。1回ずつ出たからね、ノラ PSR が。まあ1個同栄くんだったから。42で技術ボーナス5、まあ、持っていけるとすれば42、技術ボーナス4から技術ボーナス5ってどうなの。なんかあんまり意味なさそうだけど。野球マスクはどんな感じ。
練習効果アップ30がつくのか、練習効果アップ15から30になるのか、まあこれはでかいね。まあ50まで持っていけないけど、まあ進むくんがねいるんで、まあ、コツコツ進むくんを取って上限アップで持っていきましょうかという感じですね。ちょっと上げられるものは上げていきたいと思います。というわけで今の自分の手持ちはこんな感じですね。まあ、チェーンソーマンイベントで早川亜希、ここら辺はまあ普通にもらえる系なんで、まあ、うまくいけば SR プラゴに持っていけるっていう感じかな。でパワーがプラ2でしょ、デンジが SR のプラ2で、アルティメット明神がいて、新海ちゃんがいて、同上の PSR がプラ1で、あとこんな感じで予備が残ってる。でクイーン心ちゃんが PSR のプラ1で、あとこんな感じで素材が残ってる。でララちゃんプラ2になって、今回ラミー手に入れて、あれヌービスとかいるな、知らなかった、前回手に入れたんだっけ。あとルミナーがまあ使ってないけど SR いて、で宮田くんが前回手に入れて、で今回野球マスクの PSR 手に入れて、素材がこんな感じ。野球マスク、まあ野球マスク自体はね守くんでじゃない、進くんで解放できるんで、まあぼちぼちやっていけばいいでしょうっていう。でモコバちゃんが今回 PSR 手に入れて SR2 つあって、まあやっぱりね 30% でぶっ込むよりは俺は安全に解放していく派なんで、プラゴにして解放していくという感じです。であとそうワールドクラスの山口持ってて、東くんは独身術要員、あそうでね、なんかのチケットで PSR の余剰別バージョン手に入れたんですよね。でこれも独身術持ってるんで、まあ独身術枠が少し広がったかなっていう感じです。あとワールドクラスは配布してたんで、多分 WBC の影響で、イザヨイルナちゃんと神高手に入れてますというところですね。まああと下はだいたいこんな感じ。従前たる一ノ瀬とかはなんかホワイトデーのイベントだっけ、ここら辺はなんかホワイトデーのイベントで手に入れたやつになりますと。これが今の俺の手持ちの本当に全てですね。森川とかマジでいらんっていう、まあそんなところで、まあぼちぼち、やっていければと思います。まあ次引くとすれば1ヶ月くらい石を貯めて、パワープロの次何周年になるの、4月ってもう6周年とか7周年とかになるのかな。まあそこでいいものが来れば全部ぶっこんでいってもいいのかなと思ってますので、まあそれまで、石は貯め込んでいきたいと思います。まああとちょいちょいね、サクセスやっていきたいと思いますので、まあよければまた見に来てください。まあそんな大した動画にはならないと思うんですけど、というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。